Ladies and gentlemen, thank you for waiting. We will now begin the memorial ceremony for the landing of Commodore Perry. はじめにアメリカおよび日本の国歌を演奏いたします。ご来賓、ご来場の皆様にはご起立の上、国旗にご注目ください。Please rise and face the flags for the national anthems of the United States of America and Japan.これより駐日アメリカ大使代理国務省日本語研修所所長ヤリー大場様および上地勝明横須賀市長により花輪の協定を行います。 Mr. Gary Oba, Director of the Japanese Language and Area Training Center, Representative of the Ambassador of the United States to Japan, and Mr. Katsuaki Kamiji, Mayor of Yokosuka, will now present floral tributes.Thank you.
長式辞。And now for the mayor's address. An English translation is included in the program.皆様、お暑い中を多数ご列席をいただきましてありがとうございます。暑いですから、でも水分補給を忘れずにぜひお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。記事に先立ちまして、先の西日本豪雨においてお亡くなりになられた方々に心よりまず哀悼の意を表します。また被災されたすべての方々にお見舞いを申し上げましたともに、一日も早い復興を心よりお祈りを申し上げたいと思います。本日は津市提督ペリー上記念式典の開催にあたり、駐日アメリカ大使代理、アメリカ国務省日本語研修所長ギャリー大場様、そして外務大臣代理、外務省北米局安全保障条約課長有吉隆さんをはじめ、内外多数のご来賓の皆様にご臨席を賜り、厚く御礼を申し上げる次第でございます。さて、今から165年前の1853年7月になります。ペリー率いる東インド艦隊の4隻の軍艦が沖縄浦賀沖に現れました。ペリーは開国と通商を求めるヒロワ大統領の親書を携えて日本にやってまいりました。その親書の受け渡し式が行われたのがまさにここ久里浜の地であります。受け渡し式では浦賀奉行所の戸田伊豆の神と井戸岩見の神が親書を受け取り、このことがきっかけとなって翌1854年日米和親条約が締結され、日本は開国の運びとなりました。ペリーの来航により欧米の最新の技術や文化に触れた当時の幕府は我が国の近代化の必要性を痛感をし、近代的な造船所の建設に着手をしました。これが横須賀製鉄所、さらには後の横須賀造船所であり、横須賀が日本の近代化の推進力となっていきました。さて、本日皆様にお配りしたパンフレットにあります通り、本式典において港オアシスの登録証の交付式があります。港オアシスは地域の活性化に資する港を国土交通省が登録する制度であります。ここ久里浜港周辺は企業の進出やイベントの開催などにより市民参加の活動が活発化していることから、この度の登録が決定をいたしました。久里浜港周辺が港オアシスペリー久里浜として登録されることを私も大変嬉しく思っています。この登録を契機に今後さらに久里浜港をはじめとする久里浜港地域の活性化を推進してまいりたいと思います。日本にとって新しい時代を切り開くきっかけとなったペリー来航のこの舞台がここ横須賀久里浜であったこと、そして世界で最も重要な外交関係の一つである日米の友情が横須賀でも確実に育まれ発展していることを、本日ご列席の皆様、市民の皆様と共有をしてさらに発信をし、ぜひ引き継いでいきたいというふうに思います。結びに本日ご列席いただいた皆様に重ねて御礼申し上げますとともに、